日本東京都足立区舎人公園舎人公園は東京都足立区舎人舎人公園西以降小路や皿沼などに広がる都立の総合公園である北西部が舎人公園に町名変更され住居表示が実施された郵便番号は一二121-0837舎人公園内の池舎人公園の紅葉約六十三ヘクタールの敷地は幹線道路にて 東西に分断されており、西側敷地に陸上競技場、テニスコート、野球場などのスポーツ施設、東側には水鳥が見られる大池や浸水広場などの自然と親しむスペースやキャンプ場が、特に南東部にはバードサンクチュアリも設けられている。東側の一部区画は造成中である。埼玉県境からも近く、埼玉県からの利用者も多い。かつては、 鉄道駅から遠かったため、アクセスには、都営バスや自動車が必要だったが、小栗橋通り上に、日暮里、トネリライナーが開業し、東西の敷地に挟まれる位置に、トネリ公園駅が開業したため、アクセスしやすくなった。また、同鉄道の車両基地が、公園東側敷地内地下に存在する。有料駐車場は2カ所にある。公園の西側には、足立トラックターミナルや、 卸売市場があるため、時間帯により、公園内にトラックや施設操業中に関わる騒音が園内に入り込むことがあり、完成な面が損なわれている点もある。都練公園は1940年3月9日に防空力地として内務省の設置した都市計画東京地方委員会にて計画決定された。これは当時の東京は日増しに膨れ上がる。 爆発的な人口増加に生活関連社会資本の整備が遅れ、過密化する都市構造が都市住民の健康的な生活や都市防災に重大な影響を与える懸念があったためである。委員会が提示した総合力地設置の理由は、東京地域の都市環境、防災構造の改善を図るべく、戦時においては都市空襲による戦災被害を軽減し、平時においては 地域住民の保険・衛生に利用して、体位の向上を図るために、都心から 20km 圏内に総面積20万から50万坪の防災緑地として、東京府知事の責任のもと、複数の防災緑地を設置するというものであった。この中で決定された計画緑地の一つが、トネリ防災緑地である。トネリ防災緑地に関する計画案は、 東京地方委員会にて可決された後に内務省の認可を受け内務省告示第147号で告示された。同年の第75回帝国議会で建設が可決されると計画用地買収は驚異的な速さで進められ、同年末には99%に達する101.5ヘクタールの土地が買収がされ、翌1941年末には全用地の買収が完了した。 しかし、太平洋戦争の戦局が悪化することで、買収された用地は、食料増産計画の一環で、給仕主やその小作農に対応され、工作地として利用される。このことが災いし、大戦終結後の GHQ の行った農地改革の一環で広大な農耕地の強制買収と自作農への供給が行われると、東京都は買収したトネリ緑地を貸し与えていた。 ことから、不在地主とみなされ、1948年11月までに、その土地のすべてを政府に強制買収され、失ってしまった。計画緑地が強制買収されてゆく、最中の1947年1月31日に、招集された都市計画東京地方委員会で、再び都市環境改善と都市防災向上のために、都市公園が設置されることが検討された。 ここにおいての設置理由は、市街地域内に緑地帯を設けることで住宅の過密化を防ぐと、同時に緑化都市公園として、地域住民の生活環境の向上を目指すというものであった。この時に策定された緑地地域は、トネリの他に、足立区内には、東淵地港及び港北が指定された。この審議結果は、用地面積や建設費用などの数字的合意の後、 1948年に建設省によって告示され、1957年に都市計画法の施行で、舎利緑地は都市計画公園第59号舎利公園へと変更された。この計画による計画公園面積は102.1ヘクタールである。1969年4月22日に公園計画面積を当初計画の60%に縮小されるも、 1970年より土地の栽培収が開始され、1977年4月16日には天皇陛下御在位50周年記念公園の指定を受ける。1976年10月6日に公園用地一部の5ヘクタールに事業認可が出され、造成が開始された。その後も残る土地の再取得と事業認可の取り付けが続けられ、 1981年6月1日に造成が終了した一部区域1.38ヘクタールが一般に開放された。1981年の開園の後、順次公園整備計画に基づき各施設整備が行われることになった。2008年には計画面積の約70%に当たる51.3ヘクタールの整備が完了し、 2010年5月31日、現在、61.3ヘクタールが開園されている。現在、日暮里、舎人ライナーの地下車両基地の役割を担っている。また、首都圏直下で心配されている、東京湾北部地震の際の東京都指定広域避難場所としての機能を担っている。このため、今後は、計画の懲り面積の整備であるが、先にも挙げたように、 広域避難所としての役割を担っているため、防災上の観点から緑地として保存する案もあり、将来計画に関しては未定である。未整備のまま最後に残された C 地区については、2016年度から整備が始まり、2017年10月に一部、開園、その後も完成に向け整備が続けられている。足立区の町定別の世帯と人口。足立区。 2017年12月7日閲つらん。AB、郵便番号。日本郵便。2017年12月7日閲つらん。市外局番の一覧。総務省。2017年12月7日閲つらん。AB 公園への小さな旅。首都圏緑のネットワーク事務局。P92、舎利公園。施設紹介。東京都公園協会。 2011年11月30日閲覧。園内マップ。東京都公園協会。2013年9月29日閲覧。新交通日報里。トネリラニアー車両基地。実績紹介。清水建設。2011年11月30日閲覧。平成22年度東京都指定管理者。管理運営状況評価結果一覧。東京都。 2011年11月30日閲覧。東京都広報平成23年4月1日9ページ。東京都。2011年11月30日閲覧。AB。舎人公園。緑と水。スポーツとくつろぎの空間。東京都建設教区。2011年11月30日閲覧。舎人公園。公園概要、東京都公園協会。 2011年11月30日閲覧。新交通日報里トンネルライナー車両基地実績紹介。清水建設。2011年11月30日閲覧。震災時火災における避難場所及び避難道路等の指定。東京都都市整備局。2011年11月30日閲覧。ありがとうございます。